無線局免許状。無線局免許状とは、電波法に基づき無線局が免許を与えられた時に、交付される文書である。略して局面と呼ばれる。また、無線局登録上、公衆波利用設備許可状については、無線局免許状に関する規定が順用されるため、合わせて述べる。電波法第4条により無線局を解説するものは、原則として、 総務大臣から免許を受けなければならない。総務大臣は、電波法第14条により検査を行った結果、違反がない場合、同法第15条により、総務省令無線局免許手続き規則、以下、免許規則と略す。第2章第1節の2に規定する簡易な、免許手続きによる場合及び、電波法第27条の2により、複数の特定無線局を包括して開設する。 場合には、無線局の免許を与えなければならないとされ、免許状を交付するものとしている。ただし、免許規則、第21条第7項により、同一人に属するに、以上の所定の無線局で、無線設備の上置場所が同じであるものは、合わせて1枚の免許状を交付されることがある。同様に、電波法、第27条の18による、登録局の登録、 電波法第100条及び電波法施行規則第44条による公衆掘利用設備の許可の際にも登録状や許可状を交付する。これらの手続きのうち一部の無線局の免許、無線局の登録、公衆掘利用設備の許可については電波法第104条の3及び電波法施行規則第51条の15により設置場所または上置場所を管轄する。 総合通信局長、沖縄総合通信事務所長を含む、以下同じ、に権限が委任されている。なお、総務省において、免許事務を司るのは、放送局関係が、情報流通行政局、それ以外は総合通信基盤局である。政令電波法関係手数料例、第2条に、特定無線局は、第6条による。ここで、 情報通信技術利用法の規定によるもののは減額されることが規定されている。これは電子申請によりペイ・イージーを利用する。2012年平成24年4月2日現在、免許の権限者は総務大臣である。ただし、次の無線局については総合通信局長に委任されている。無線局の免許は無線局の種別に従い設置場所。 一部の移動する無線局は送信設備ごとに申請するのが原則である。ただし、移動するアマチュア局など送信装置ごとに申請することが不合理であると認められる無線局は複数の送信装置を単一の無線局として申請することができる。また、通信の相手からの電波を受けることにより自動的に選択される電波のみ発射する無線局のうち、 電波法施行規則に定めるもので適合表示無線設備のみを使用するものは特定無線局として包括元を申請することができる。すなわち複数の無線局に対して1枚の無線局免許状が交付される。特定無線局は電波法施行規則で携帯電話端末や MCA 無線移動局などが対象とされている。無線局免許状には 免許の番号、免許の年月日、免許の有効期間、識別信号、免許人の名称及び住所、種別、目的、通信の相手方及び通信事項、機関放送局を除く、設置場所及び指定事項、電波の形式、周波数、空中線電力、運用許容時間などが、機関放送局は上記に加えて放送事項、 放送区域が記載されている。2013年、平成25年2月1日現在、下記を除き5年である、有効期間は原則として、種別ごとに一定日に有効期間が満了するように指定される。すなわち、免許の日が異なっても、同1日に満了するように免許される。次のつぼねは、毎年告示で定める日、初回の免許に限り、 4年を超えて5年以内の一定日に満了するように指定される。上記の例外、免許の日から5年となるのは次のつぼねである。なお、次の場合は、所定の期間より短い期間を有効期間とすることがある。免許規則別表を第5号から第5号の後に規定されている。これ以降は、種類が増加し、途中。参考として、免許申請書の様式は、 パーソナル無線及びアマチュア局、パーソナル無線及びアマチュア局以外の無線局、特定無線局の3種類である。免許規則別表第1号から第1号の3また、1998年、平成10年には、無線局事項書及び工事設計書の記載に関し、各種のコードが制定された。コードは2004年、平成16年により告示に規定されている。 2018年、平成30年3月1日現在、電波法施行規則第38条による、道場第1項により無線局免許状は、無線局に備え付けておかねばならず、第2項により船舶局、無線航行移動局、船舶地球局は主たる送信装置のある場所の見やすいところに掲げておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、 その限りでない。道場第3項により次の無線局は、第1項に関わらず上置場所に備え付けねばならない。免許が効力を失ったとき、免許人であった者は、1ヶ月以内に免許状を総合通信局に返納しなければならない。返納しない者は、30万円以下の過料に処される。2004年、平成16年7月1日現在、 免許規則第17条による、道場第1項により、再免許の申請は、有効期間満了の。2、免許の有効期間が一年以内の無線局は1ヶ月前までに行わなければならない。第2項により、免許の有効期間満了1ヶ月以内に免許された無線局は、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。 免許上の記載事項は、電波法第25条に基づき電波法施行規則第11条の2に規定する無線局を除き、同規則第11条に規定するものがインターネット、その他の方法で公表される。外部リンクの無線局等情報検索参照。2005年、平成17年5月16日現在、日本国内で使用される。 他の無線局の運用を阻害するような妨害を与えない機能を持つ適合表示無線設備のみを用いた無線局は総合通信局長の登録を要する登録に際し外国籍のものを除外する規定はない。電波法施行規則第17条に規定される。具体的には登録局種別を参照。電波法関係手数料例第8条による 免許上と同様に、インターネット申請により p a y e a を利用すれば、減額される。無線局の登録は、無線局の種別に従い設置場所、移動する。無線局は送信設備ごとに申請するのが原則である。ただし、校内無線局は、複数の送信装置を単一の無線局として申請することができる。また、 周波数及び無線設備の規格を同じくするものであれば包括して登録を申請することができる。すなわち、複数の無線局に対して1枚の無線局登録場が交付される。5年、ただし、再登録は妨げない。免許規則別表第5号の10による、免許規則第25条の14第3項により、再登録の申請は、 有効期間満了の1ヶ月以上3ヶ月以内までに行わなければならない。登録が効力を失ったとき、登録人であった者は1ヶ月以内に登録状を返納しなければならない。登録状を返納しない者は30万円以下の過料に処される。登録状の記載事項は免許状と同様にインターネットその他の方法で公表される。外部リンクの 無線局登場法検索参照。1950年、昭和25年6月1日の電波、法令制定時から規定されている。は、総合通信局長の許可を要する。手数料は規定されていない。つまり、無料である。有効期限は規定されていない。外国籍のものを除外する規定もない。公衆波利用設備許可上は、次の種別ごとに交付される。 高周波利用設備が電波法令の技術基準に適合し、その周波数の使用が他の通信に影響を与えないと認められれば許可される。免許規則別表第7号による許可が効力を失ったとき、設置者であった者は1ヶ月以内に許可状を返納しなければならない。許可状を返納しない者は30万円以下の課料に処される。 電波発射地を管轄する主権国家が国際条約に基づき管理することとなっているので無条件で自由に電波を発射することはできない。日本国外においても正規の許可を受けた無線局には無線局免許上に相当する書類が交付される。以下にアマチュア局での例を紹介する。大韓民国では日本と同様にエリアごとに電波管理所が設けられており、 そこから交付される。記載事項は概ね日本の様式と同一であるが、日本と異なる点としては。日本のアマチュア無線技師が、相互運用協定に基づきアマチュア局の申請をした場合、無線従事者資格は交付されず、無線局が許可されるのみである。日本政府発行の無線従事者免許証、英語が付記されてないものは、無線従事者免許証記載事項証明も合わせと、 韓国政府発行の無選挙区許可証を所持して運用しなければならない。パラオ共和国は独立国家であるが従前はアメリカ合衆国の信託統治領であったことからアメリカ合衆国連邦政府の政府機関である連邦通信委員会の方式を踏襲している。国内全土において政府機関である公共基盤、工業商務省が交付する。 日本や韓国のように、操作資格、免許証と、無選挙区資格、免許状に分離しておらず、操作資格を受けると、同時に無選挙区資格も得られコールサイン、識別信号が付与される。で切り取って使用することも可能で、より上が上置場所、自宅などへの形出用、下が、携帯用のものである。外国人が解説するものは、有効期限が1年、特別、 コールサインや団体局の場合は、さらに短くなる。である。相互運用協定は締結されていないが、パラオ政府の行為により、日本政府のアマチュア無線技師資格を保有し、アマチュア局を現に開設している場合は、事前に書類審査を受けることにより、政府から操作資格と無線局資格の許可を無試験で受けることができる。申請書には、 無線機の機種を記載する欄があるが、すでにパラオ国内で免許を受けている無線機であれば、それを借りることも可能である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。